ございます。文部科学省環境エネルギー課の久場でございます。私の方からは気候変動予測における文部科学省の施策という形でご紹介させていただきます。では次のページよろしくお願いいたします。こちらでございますけれども、気候変動予測のデータについてどのような流れがあるのかというところを、表したものでございます。左上に社会経済シナリオとありますけれども、こちらがいわゆる2度シナリオとか4度シナリオと呼ばれるもので、その前提に基づいて、気候モデルを作り、気候変動予測データを作っていく。それを踏まえて、どのような影響が出てくるのか、どのような財務に影響が出てくるのかというところ、前半でご紹介ございましたけれども、文部科学省が担当しておりますのは、こちらの赤線で囲みました気候モデルの創出というところになります。ただ実際、なんと言いますか、私が今からご紹介するところ、どちらかというと、木本理事長に、大変、ご尽力いただいているところでございますので、私がご紹介するのは非常にちょっと、恐縮ではございますけれども、ちょっと勇気を持ってご紹介させていただきます。じゃ次のページ、お願いいたします。文部科学省がやっていることを大きく分けると2つということになります。右下に、リアルタイムのビッグデータと書いておりますけれども、例えば、衛星であったりとか、海の置いてありますセンサーであったりとか、そのあたりからいろんな計測データが入ってきており、あ、参ります。それについて、左側のところで、高精度な予測データを創出していくこと。こちらが先ほどからいろいろとご紹介ありました D4PDF とか、そのあたりのデータの創出という形になります。そして上のところにリアスとありますけれども、こちら、いわゆるビッグデータと言われるもの。こちら、ちょうど詳細をご説明させていただきたいと思います。では次のページ、お願いいたします。まず一つ目の、気候変動予測の、データの創出のところでございますが、詳細をご説明するにあたって、研究体制をご説明した方がイメージつきやすいかなと思って用意させていただきました。左上のところでございますけれども、領域課題1として、全球気候モデルというところがございます。いわゆる地球全体の気候が今後どうなっていくのかというところを、大気、海洋、陸域など様々な要素のに基づいて、構築をしていくこと。そして右側に領域課題2ということで、物質循環モデル。こちらは、永久凍土、森林火災など、こちらも、気候に影響してくるわけですけれども、そちらのあたりの、研究をされているとか。それらを合わせて地球システムのモデルを構築するというところが、領域課題1と領域課題2の、研究になっております。そこで得られた、データといいますか、モデルを適用することによって、日本域の、気候がどうなっていくのかというところの詳細を測っていくというところが、領域課題3という形になります。こちらのところから、右側の方に、日本域の予測データの高精度化整備という形になりますけれども、こういう形で切り出されてきているのが D4PDF など、皆様方にご利用いただいているデータという形になります。また、さらに領域課題3のところから、発生いたしまして、領域課題4、ハザード統合予測モデルということで、洪水、土砂災害、高潮などの予測のモデルも構築しており、それらにつきましては、先ほど日本域と合わせまして、国際協力ということで、東南アジアなど、そちらの方でも、共同研究を行っているというような体制をとっております。次の、スライドをお願いいたします。これら、創出されました知見に関しましては、様々なところで、幸いなことに、ご活用いただいておりまして、先ほど環境省様の方でご紹介ありました気候変動適用法、こちらに基づく評価報告書のデータとしても使っていただいたりとか、あとは、先ほどもご紹介ありました D4PDF、こちらにつきまして、国交省様の方で治水計画のあり方の見直しの方に、活用いただいていたりとか、あとは企業の皆様方の方にも、TCFD の関係でご利用いただいているという形でございます。次のページをお願いいたします。また、こちらは、今年の夏、6月の下旬から7月の上旬にかけて、非常に暑かったことを記憶されている方も多いかと思いますけれども、こちらが、地球温暖化の影響がどれくらい寄与していたのかというところの分析の結果も出てきたというところでございます。ラニーニャ現象下においてですね、地球温暖化がなければ1200年に1度という非常に稀な事例だったんですけれども、地球温暖化があった場合には5年に1度の確率で起こり得たものだったということで、非常にトピックとして大きいものだったかと思います。毎日新聞の方でも一面で取り上げていただいたという形になります。では次のスライドをお願いいたします。
今までご説明しましたのが地球変動予測データの総称でございましたけれども、こちらはビッグデータ、ディアスという我々が呼んでいるものでございます。何かと申しますと、先ほどお伝えしました観測データを、いろいろなところから、入手、いただく形になりまして、それをディアスの方に全部保存していくと。で、そして、これまで作ってきた気候変動予測データも、こちらのディアスの方に全部、保存しておく。それによって、様々なアプリケーションに基づいて、様々な分析が行える体制を作っているという形でございます。さらに、東大をはじめとした ICT 技術者の方々にも入っていただいておりますので、そちらについての高度な支援が可能というふうになっております。では、次のスライドをお願いいたします。具体的にどのような成果が出てきているかといいますと、都市防災の関係では、早稲田大学の方で作成されました、東京都の、下水道のモデルですね。そちらと、気候変動予測、降水の、予測を組み合わせることによって、どのあたりが浸水しやすくなるかというところの分析ができる、アプリケーションが開発されております。こちらについては現在試験公開中という形でございます。あと、右側に関しましては、河川のダム管理につきまして、雨が降りそうな時には早めに放水をし、逆に雨が降らない時には、できる限り貯めておくというところをいかに効率的にやるのかというところを気候変動予測データと、付き合わせて実施できるようなアプリケーションが開発されているという形でございます。では、次のページをお願いいたします。これら、文部科学省は先ほどお伝えしました通り、気候変動予測データの創出を、担当しているわけですけれども、こちらについて、やはり、いわゆるアカデミア中心だけではいけないだろうというところで、皆様方に使いやすい形で、データの提供もしていかなくてはいけないだろうということで、気候変動、データセット2022ということを今、整備しているところでございます。こちら、整備が終わりましたら、先ほどのディアス、そしてあと、A プラットなどのから提供することを想定しております。具体的にどのような、データを提供させていただこうかというところが次のページでございますけれども、次のスライドお願いいたします。先ほどからご紹介いただいていた D4PDF とか、様々、皆様方にこれまでも活用いただいているものをより入手しやすくさせていただくという観点から、データセット2022を整備するという形になっております。ただ、こちらについては今後も随時、しっかりと更新していく予定でございますので、今後どのような、データが欲しいというお声を皆様方から、拝聴して、今後データの創出であったりとか、こちらのデータセットの更新の際に役に立てていきたいと思っておりますので、ぜひ、連携ネットワークの場であったりとか、様々な場で我々の方にニーズをお寄せいただけたら幸いでございます。文部科学省からは以上でございます。ありがとうございました。